ちは。こんにちは。さあ、さゆたかさん、楽しみなルーキーがいっぱいいる中で、キャンプの中でですね、はい、今日は、はい、まあ騒がれてる今阪神の佐藤と、はい、まあやっぱなんといっても巨人の秋広、今すごいフィーチャーされてますよね。もうすごい、なんか株価が急上昇してるというかさ、だから身長が2センチ毎朝伸びただけでヤフーニュースになるっていう、だからあと3年ぐらいしたら2メートル10ぐらいになってる。いやすごい、2メートル10、すごいだ。毎朝2センチずつ伸びて2メートル10って3年後、結構なあれですけどね。まあだけど、はい、この2人をちょっと比較してみたいと思うんだけど、はい、1人は大学卒業、佐藤選手ですね。佐藤ね、はい、で秋広は高校、うん、はい、で佐藤がああいう風にパワーを得たっていうのは、はい、ウエイトトレーニングをしっかりやるようになって高校時代にね。あ、もう高校からやってたんですか？高校時代の時は、はい、そう大したことなかったんだけど、はい、ウエイトトレーニングをやることにつれて、はい、飛距離も伸びてって、はい、まあ、大学のその監督の目に留まり、はい、引っ張ったんだって。で昨日のさ、はい、まあ、練習試合か、はい、あれどこでやってたのかな、日本ハムでやってたのかな、楽天か、楽天とやってる時に、はい、先っぽでバット折ったんだよ、はい、でもファールだったんだけど飛距離はホームランに達してるというさ、すごい、とてつもないパワーを持ってるんだよね。すごいですね、うん、それとやっぱこう変化球の打ち方でもちょっと体の開きは早いけども、はい、なんかこう拾える技術があるというかさ、はい、なんかすごいこう非凡なものを持ってる、うん、で素晴らしいんだよ、でパワーが。で秋広比べた場合に、はい、やっぱパワーは劣るよ佐藤選手よりも、うん、でもまだ佐藤までの年に4年間あるわけじゃない、はい、ここでウエイトトレーニングとかびっちりやったら、はい、すごいとてつもない選手になるような気がするよ。伊藤さん、今秋広選手を見るとどんなバッターなんですか、まあ、何番を、あのね、いや、まあ、将来的には、はい、クリーンアップは必ず打ってるというかさ、まあ3番タイプかなと思うけどね、はい、足も速いんだよ、2メートル2センチで。お、そうなんですね。そうそう、足も使えるし、はい、だから3番タイプかなというふうには思うけど、やっぱこう技術的にはもう佐藤と秋広だったら双璧だよね。いや双璧、はい、いや本当に。ただ佐藤の方がパワーに任せてちょっと体が開く時あるんだ、はい、でもパワーでなんとかなってるけど、うん、今の秋広の打ち方って、はい、やっぱ佐藤よりもシンプルなんだ、うんうん、でシンプルでなおかつこう技術が高いという、はい、4年後には今の佐藤の状態を抜ける秋広は。おお、そんな素質が。いや、その代わり真剣にウエイトトレーニングだとか、やっぱこう鍛錬しなきゃダメだよ。それはまだ今線が細いっていうことなんですか？まだ細いけど、今技術でカバーできてる、うん、で逆に佐藤っていうのは技術というよりも今はパワーがこう先行してる、はい、うん、だからこれはね将来的に面白い戦いになると思うよ。秋広選手はどんなバッターに似てるんですか？秋広、はい、タイプ的に言うと、まあ、姿形、はい、流し打ちの打ち方っていうのは大谷翔平に似てる。あ、うん、将来的にもじゃあパワーつけていくと大谷選手のようなってことですか？なるな、うん、なれる素材ではある、はい、佐藤の方は、はい、大谷というよりもバースのような。ちょっと待ってください、もう日本人じゃないじゃないですか。すごい、いや、そのぐらい力があるから。あ、そうなんですか。いや、それはバースもさ、フリーバッティングとか試合も一緒にやったけど、はい、あのパワーは見てるけど、はい、もうこれから技術的にもっともっと上の技術を身につけていくと、はい、それクラスになる可能性がある。あ、すごい。まだ上とも続けるだろうしね、はいはい、だからもうそのぐらいなんかポテンシャルが高い2人というかさ、だから将来のもう全日本というか、なんかね、ジャパン、侍、例えばジャパンとかの何かこう背負って立つような2人っていう感じなんですかね。ああ、まあそうだよね。そうですよね、うん、それと、まあ先輩である松井秀喜、はい、松井秀喜っていうのをすごく技術的にも高いルーキーにしてはね、うん、でパワーもあった、うん、でも
秋広というのはこうそれだけのパワーは今のところないけど、バットコントロールっていう意味では篠塚さんに似てるような感じです。へえ、流し打ちとか、もうこれだけ褒めたらいいだろうみたいな感じぐらいにでもそのぐらい惚れ込むというかさ、はい、いい。将来的にどういったタイトルをこの2人の選手は取っていきそうですか、争っていきそうですか。あ、ホームランは佐藤、はい、で首位打者、うん、打点、うん、これは秋広っていう。すごい、そういう2人なんか、まあ、それあのタイトル3部門を2人で分け合うような、はい、でも、うん、あの井上っていうのがいるんで阪神にいますね。これがまたいいわいいのよ。だからまあ比較としては同じ左バッターで秋広と佐藤を比べてるけど、はい、もう本当にあのパワーでは佐藤、うん、技術では秋広というぐらいに、はい、なんかこうなっていってるよね。まあもちろん佐藤が技術的に、はい、あの秋広より劣ってるとは思わないけど、やっぱこう年齢が高いだけにね、はい、で変化球のボールの拾い方だとかさ、うん、素晴らしいものはあるけど、はい、あの体の開きがこう収まってくると、うん、もっともっと高いレベルに行くし、はい、秋広にもっとパワーがついたら、うん、とてつもない選手になる予感がするよ。じゃあ佐藤選手は今年スタメン取れそうですか。今年、今年から使わない手は全くないもん、はい、開幕はもう入ってきそうですか。まあ例えばさ、まあ言ったけど糸井がね、はい、20本打ってないんだよね、はい、甲子園で。でそうなってくるとさ、佐藤っていうのは必ず20分ずっと使い続けたら20本確実にクリアしてくるバッターで、うん、そしたら使わない手はないじゃない、もう将来的なことを考えたら、はい、な、うん、だから昨日の練習試合でも佐藤、井上だよ、うん、3番4番だよすごい。いやいや、これは楽しみでしょうがないしさ、はい、で将来的には、まあ、例えばあの秋広3番、うん、岡本4番とかさ、はい、その秋広選手は、まあ、今年は一軍に上がってくることは、いや俺はだからお願いしたいのは英才教育をしてほしいと、はい、人は環境で育つって言うでしょ、はい、やっぱり一軍と二軍の環境では全く違うし、うん、レベルが全く違う、はい、あの子は高いレベルを見せた方が俺はすごく成長するような気がするんだよ、早くに、はい、いや確かに2軍でみっちりするっていうのもいいよ、うん、だけどあそこまでの技術がもう備わってるんだったら、はい、それを高いレベルのところに当てはめていけばいい、うん、もう楽しみになったね今年のプロ野球を見るのこの2人見るだけでワクワクするもん。あ、もうそうなんですか。今年はなんか豊作なんですか、そういう意味では。豊作でもないと思うけど、はい、ドラフト下位に行けば行くほどなんか特徴があり、うん、はい、なんか楽しみな選手が多いなって思う。じゃあまだ他にも、まあ、上はね即戦力で取ってるから、はい、まあそんなにあのまあまあやっても普通だろうと思うけど、はい、ドラフト5位以下とかさ、うん、そのぐらいのは将来的に見据えて、まあ、やってくれればいいかなっていうような、まあ、そういうことのドラフトの順位の差じゃない、うん、でも意外や意外、この下位に特徴のある選手たちが多い。あ、そうなんです。まだいるんですね。まだいる。ああ、もうこのちょっと紹介したいけどね。じゃあちょっとまあ、次回になるのか。あ、次回になるよ。もう予告ですか。いや、次回になる。次回あたりにその下位のドラフトのかかって入ってる選手。とんでもないやつがいるから。誰だ。いや、もう楽しみでしょうがないやつが。いや、それを聞くのも今度は楽しみです。そうだよ、はい、うん、コメント欄あ、じゃあぜひね、ちょっとコメント欄にじゃあどういう選手がこう皆さんが考えるこういう選手いますよとか、うん、この選手どうですかとかこう書いていただきたいですよね。まあそうだよね、うん、でまあまあ、でも本当にプロにドラフトされるっていうのはさ、うん、まあ、それなりのものは必ず持ってるから、はい、そこを どうこう教育し、うん、成長させていくかっていうことだよね、はい、だからそう思うと本当楽しみでしょう、ね、そうですね、まあ、今回はね佐藤選手とちょっと秋広選手を比較みたいな形で挙げましたけれども、うん、いいですね、これまたやっていきましょうね。いや、これはねもうね、うん、比較対象的にはものすごい面白いよ、うん、おお、なんか
ものすごいこうゴリラ的なやつと、なんか一人はなんかスッとスマートなエリート風と、なんかねすごく面白い対象あの対比するとね。そうですね。いや今からちょっとね開幕が楽しみですよ今シーズン。はい、ね、はい。でこういったねあの若手の選手ドラフト選手なんかの比較も、はい、あの上げていったり動画アップしていったりするの で、うん、ぜひ ね、 ね、はい、あの登録皆さんお願いします。まあ、チャンネル登録ね、はい、まあ、久しぶりに言うけどね、本当お願いしますよ、チャンネル登録。1年以上言ってない。言ってないで、申し訳ないですよ、こう、まあ、頭下げて、ね。あと高評価ね、高評価、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。